YD ドックのラジ線情報です。 JMSS 日本模型潜水艦協会が主催する日本唯一のラジコン潜水艦の競技会、サブマリンレガッタジャパン、その参加潜水艦の貴重な映像をご覧ください。通称高ちゃん、高川です。高川さん、はい、JMSS 神戸のメンバーでございますが、今日参加されたのはこちら、はい、ドラゴンシャークという中国製のモデルだったんですよ。はい、実感はありません。実感はありません。もともとはですね、中国のモデルはですね、これがあの何て言うか WTC の筒になってまして、はい、でそれにキャップをキャッキャッと飛ばして、でまあ走らせるんですけど、まあある意味でおもちゃ的なものだった、はい、それでいろいろ考えて、そのボタンを半分に切っちゃって、はい、それでマイク後ろをくちゃっとつけて、それで WTC をエントロスクールの時しながらだったんで、アプリで、はい、という。これアクリルをこの中の形に全部ご自身で切られて、はい、5mm のやつを切りました。かなり分厚いですけども、はい、大変やったら違いますけど、はい、これね、型紙起こして切るにしてもね、隔壁が1枚、2枚、3枚、4枚あります、はい、バラストタンクの中にも隔壁を作られて、水の移動があまり急激に起こらないように考えられているみたいですが、これはポンプ式ですか、ガス式ですか。ポンプ式なんです、ね、ポンプ式、はい、ポンプ式で、これがポンプなんで、ポンプなんですけども、はい、ね、元々のポンプはね、中国製のポンプで、うん、実はあのギアポンプなんで、ギアポンプ、ギアがね、はい、あのプラスチックなんですぐ摩耗しちゃうんですよ、はい、でどうしようかなと思ったら、グラフナーのやつにやって、それを買いました、ね、はは、グラフナーのポンプで、はい、その方が信頼性があるんですね、はい、この銀色のこの部品は何なんですか。それはあのバルブですわ。バルブ、うん、ですからあのポンプ注入するとこの中があの汗が上がりますよ、はい、で逆流するのを防止するためのバルブということですね、当然中半身の時は開いてるけども、はい、それ以外は閉じてるということですね。で、ちょっと見受けられたのが注水するとこの、はいはい、ちょっと見せていただけるとありがたいんですが、外側からね、よく分かるようになってます。注水すると赤色のランプがつき、排水するときは青色のランプがつくように。このランプがですね、なかなかよくできるんです。注水してるときには赤色のランプがつくんですね。で、排水されてるときは青色のランプがついてる。だから、今どういう挙動をしてるかというのがね、非常に外から見て一目瞭然ということですね。時間かかり、このポンプで注排水時間かかりますので、ね、ちゃんとあの機能してるかどうかっていうのは、ね、なんでこう確認してるっていう、あ、心配になるね。なかなかあの船が挙動が動くのが緩慢なために、注水してるか排水してるか不安になると、それを、まあ、この視覚的に今排水してるよ、注水してるよというのが見えるようにしているということですね。そうですね。これは元から X 軸やったんですか。はい、あれじゃあのプラス十字軸だった。十字軸やったのを、まあ、どうせするなら X 軸、はいはい、ということは当然ミクシングか何かをかけられてるんですか。はい、ここに入れてます。あ、これも大変なところに細かい、はい、ミキシングをかまして入れておられます。どうでしょう、十字軸と X 軸やと相関性何か違いを感じますか。X 軸の方がいいことはいいですね。小回りが効く、はい、うん、十字ね、この船にしてはね、胴がでかいんでしょ。あ、横幅がね、後ろなんでね、はあはあ、もうちょっと風を利きやすくすると大きくなるんで、はいはいはい、ちょっとまだその辺とかに、ね、要するに艦の横幅、腹径から出る舵の量が少なすぎるので、はいはい、舵の利きが悪い、はい、どうしてもこういうスクリューが舵の後ろにあるやつっていうのは、はい、もう利きが悪いです。そのスクリューの水流を舵が受けないので、はい、ということですね。そうですね。舵がもう少し大きかったら X 軸の方が多分効くだろうということですね、はい、たくさんバラストも積まれてだいぶ苦労されてるみたいですが、はい、一番苦労された点、まあ、たくさん隔壁作ったらいろいろあるだろうけども、どこが一番苦労されたでしょう。やっぱり、ね、ここはというのは、いわゆるこれのシール製ですね。はいはいはい。このシール材はこれは何ですか。これはね、あのね、ゴムのオーリングの中に、うん、シリコンシール、うん、あの
ホームセンターで198円で売ってますね。あれをね、ウニウニしてピシャッと。バスコークみたいなものですよね。バスコークみたいなものを、まあ、要するにここのスペーサーみたいなものをオーリングで作っといて入れて、はいはい、押さえてで均一にする。で固まった後に余剰分を切り取って使うということですか。そうそうそう、なるほど、まあ、そのままバスコークを入れてしまえば上と下が引っ付いてしまいますからね、はい、当然。ということはその間に分離剤みたいな何かを忘れみたいなを、はいはい、シリコンオイルを塗っといて、はい、でするとまあうまいこと、はい、まあ、それ忘れると引っ付いてしまいますもんね、はい、なるほどね。ですからね、あとはやったのはこれの合成ですよね。締めないといけませんね、はいはい、それでねちょっと、あ、要するに均一等に締めないと、これ締めるのなかなか難しいので、多分あのエンジンのブロックのね、あのシリンダーのヘッドも順番にやっていくとやっぱり歪んでしまいますから、対角対角するとか、そうですね、まあ、まあトルクレンチまではいりません、自分の感覚でするまではいりません。いわゆるエンジニアリングで大丈夫です。まあ、でもこのスペーサーのこの高さをこうオーリングでされてるというのはなかなかのね、あのそれも隔壁になりますから外に漏れないですしね、なかなか考えられてると思います。ですからこのオーリングの線シールだけでもいいんですけど、ちょっとなんか傷がつくとあれなんで、やっぱりこの面シールで ね、保管してます。なるほど、はい、なかなか苦労されておりますね。ありがとう。これは前の舵は動くんですか。これは飾りです。将来に備えて。将来に備えて、はい、ということです。さて、いかがでしたでしょうか。 JMSS 日本無形潜水艦協会のご厚意で貴重な映像をご覧いただきました。このシリーズは2003年から現在までの参加艦をランダムにピックアップしてお届けいたします。ということで次回もお楽しみに。よろしければチャンネル登録お願いいたします。